以降第18潜水艦。以降第18潜水艦。以降第18潜水艦。旧事態。以降第18潜水艦は、大日本帝国海軍 E16 型潜水艦の2番艦。1937年、昭和12年の第三次海軍補充計画、丸三計画で、建造が計画され、1937年8月25日に、佐世保海軍交渉で寄港。 1938年、昭和13年9月20日、本館と他の各館、親潮、夏潮、初風、イ20、イ22、第11号総改定、第12号総改定は、それぞれ官邸類別等級表に登録。1938年11月12日に浸水。1941年、昭和16年1月31日に浸行して、 横須賀鎮守布石となり、イニジュと共に、第六艦隊第一潜水船隊、第二潜水隊を編成。これは、波旧型からなる船内の第二潜水隊が、所属艦の除籍により1929年、昭和4年4月1日に、解体されて、以来、5代目となる。太平洋戦争開戦時には、第六艦隊第一潜水船隊、第二潜水隊に所属。 11月18日、十八は、クレを出港し、クラハシトオガメが首に移動。同地で特殊先行艇公表敵を搭載し、真珠湾攻撃に参加するため19日021号に、出港。12月6日2145、真珠湾港150度、12.6階に地点付近で、フルの茂み注意、横山香里範一等兵装を乗せた、公表敵を発進させる。 東裁艇は、新珠湾沖一い立地点付近で米軍のプビー、カタリナに発見されて、爆雷攻撃を受けたため損傷し、ケイヒラ軍付近で自陣処理がされた。搭乗員は脱出したが、その後行方不明となった。16日、ジョンストン島へ砲撃のために向かうが、目標の死人に失敗。22日、クエゼリンに到着。1942年、 昭和17年1月4日、クエゼリンを出港し、ハワイ周辺海域に進出。9日0630、ハワイ西方550回日点付近にて、米空母歴ントンを機関とする、第11任務部隊、司令官、ウィルソン・ラウン中将を発見。翌10日、ジョンストン等、北東130回日点付近で、西へ向け飛行中の SBD ドーントレス2機を発見。 24日、ミッドウェイ島に進出して、潜望鏡で偵察。翌25日に浮上して、砲撃準備中、ミッドウェイ島からの砲撃を受けて先行して退避する。2月1日、第1潜水隊のイ15、イ17と入れ替わる形で、イ20と共に第1潜水隊に編入。3日、イ18は、横須賀に到着。3月10日、第1潜水隊は、 第八潜水船隊に編入。16日、伊18は、横須賀を出港し、クレに移動する。4月16日、第一潜水隊の領艦、伊1伊三3と共に、交戦検隊を編成し、クレを出港。18日、同リットル空襲を受け、小笠原諸島北方沖にいる、米機動部隊の迎撃のために、北東へ向かったが、空振りに終わった。 27日、ペナンに到着し、水上規模管日身により運ばれてきた、公表鉄器を搭載。30日、イ30を除いた部隊は、特設巡洋艦報告丸、大阪商船、1438トン、愛国丸、大阪商船、1437トンと共に、ペナンを出港。5月5日、10日、15日に、報告丸、 愛国丸から給位を受けた後、二隻と分かれた。十七日、ハロ浪により浸水し、サ左ンディーゼル機関が故障。このため、公表的の発信地点への到着が遅れ、三十日のディエゴスアレス攻撃には参加できなかった。その後、インド洋で通商破壊を行う。六月八日0230のモザンビーク海峡で、ノルウェー貨物船、ウィルフォルド、ウィリフォード、 2158トンを砲撃により撃沈。9日、A 客船、エルシア、アリナ、6757トンを雷撃により撃沈。同日、搭載公表敵を投棄。17日、報告丸、愛国丸との会合点に到着し、燃料と食料の補給を受けた。7月1日のモザンビーク海峡で、ランカモツ船、デベールとデビト、 1805トンを砲撃。レベルトは2日後に沈没した。2日、英華客船、テミス、セミス、7406トンを来撃するも、魚雷は、早爆してしまう。テミスは、戦亡鏡めがけて銃撃するも、命中することはなかった。6日、の南アフリカ南方のインド洋で、英華客船ムンダラ、ムーンドラ、7341トンを、砲来撃により撃沈した。 20日、ロドリゲス島を偵察。31日、ディエゴ・ガルシア島を偵察。8月2日、ペナン付近で、衛星に雷撃を受けるも、被害はなかった。同日、ペナンに寄港し、23日に横須賀に到着して、整備を受ける。その後、E18 はクレに移動。12月17日にクレを出港し、トラック経由でショートランドへ移動。 その後、輸送物資を乗せて、ショートランドを出港。1943年、昭和18年1月3日未明の、ニューブリテント港方沖で、輸送任務のために、ガダルカナル島へ向け不上構想中、米戦グレーラックに発見され、来撃を受けたものの被害はなく、先行して離脱した。5日、ガダルカナル島エスペランス岬沖に到着し、 ドラム缶に詰めた輸送物資15トンを揚陸してショートランドへ向かった。あと、再び輸送物資を乗せて出港し、11日には再びエスペランス岬沖に到着。ドラム缶に詰めた輸送物資25トンを揚陸してトラックへ向かった。22日トラックを出港。26日エスペランス岬沖に到着し、 徳型運河島に積んだ輸送物資18トンを揚陸する。揚陸を終えた後、偵察のためガダルカナル島南方へ進出する。2月11日、サンクリストバル島港沖の産後海で、戦艦、巡洋艦各3、空母1、駆逐艦多数で編成された米艦隊を発見。これより攻撃に移るとの連絡を最後に、消息不明。アメリカ側記録では、 同日に、ニューカレドニア島ヌーメアに寄港中のアメリカ海軍第67任務部隊司令官カールドン H ライト少将所属の軽巡洋艦ヘレナから発信し、紹介中のキングフィッシャーが艦隊から約 17km ほど離れた海域で先行する潜水艦を発見。紹介機は発煙筒を投下して近くにいたベーク地区艦フレッチャーを攻撃に向かわせる。 フレッチャーは、選手から約2700メートル離れた位置で、潜航中の潜水艦を、ソナー探知。1527、フレッチャーは1回目の爆雷攻撃を行う。この結果、1539に重油と空気の泡が、浮かび上がるのを確認し、4分後には、大きな水中爆発音1回を聴取。フレッチャーは浮かび上がった重油の中心部をめがけて、爆雷散発を投下。 この結果、1546にコルク編と木編、歯車、その他潜水艦のものと思われる物体が浮かび上がり、長い重油の帯ができた。これが、十八の最後の瞬間であり、第一潜水隊司令、大田新之助大佐、艦長の村岡富一中裁下上員102名、全員戦士。沈没地点は、サンクリストバル島、港方200海里地点付近。 同日、ソロモン諸島方面で防失と認定され、4月1日に除籍された。撃沈総数は4隻で、撃沈トン数は18,061トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。